美しい光のイベントは、度重なる災害からの復興を願って令和3年度から開催し、今年で3年目を迎えます。阿蘇市は熊本地震で国道や鉄道が4年半も寸断され、多くの若者たちがこの町から流出しました。けれどそれに負けずに若者の交流人口を増やしていきたい、地元の若い人たちの活躍の場を増やしていきたいという、そんな思いから、阿蘇市は恋人の聖地を有する全国の自治体と連携し、恋人の聖地プロジェクトにトライしています。このイルミネーションもその一環で、これまで好評につき、今年は場所を泉大橋からこちらに変えて、内沼温泉に素敵なイルミネーションが飾られることになりました。未来を明るく照らす象徴として、今日から来年2月29日まで点灯します。さあ、点灯の瞬間が待ち遠しいですが、まずはここで主催者を代表して